ヤンソン氏の誘惑北欧のアンチョビカニヤンソンの誘惑はスウェーデンの伝統的家庭料理。ヤンソン氏の誘惑、またはヤンソンさんの誘惑とも呼ばれているグラタン料理の一種。スウェーデンではポピュラーな料理でクリスマスの定番のごちそうでもある。ジャガイモを使ったポテトグラタンではあるが通常のホワイトグラタンにあるようなベシャメルソースを作る必要もない。 玉ねぎとアンチョビを必ず使うのが特徴である。味の決め手となるのは、塩辛さと甘みのある北欧のアンチョビである。北欧のアンチョビは、イタリアンアンチョビと魚の種類も味も異なり、イタリアンアンチョビがイワシなのに対し、小さめのニシンの一種であるスプラットを使っている。味付けは塩だけではなく、各種スパイスと甘味料で風味をつけ、塩辛さとともに甘みもある。 スウェーデン人作家のグンナースティグマークは1989年に書いた S バリエーションデッドメドウジャンソンズ・フレステルサでヤンソンの誘惑の名付け親は自身の母親であるとしているこの料理は古くからストックホルムの裕福な家庭ではおもてなし料理として人気のメニューで当時は単にアンチョビとジャガイモのキャセロールと呼ばれていたが1929年の 新年パーティーでこのキャセロール料理を作ったガンナーの母は、ちょっとした思いつきで、1928年公開のエドビン・アドルフシン主演ヒット映画ジャンソンズ、フレステルサにちなんでそう呼んだと記している。また、オペラ歌手、ペリ・ジャンソンに由来しているとの説もあり、実際のところははっきりとはしていない。日本において、ヤンソン氏の誘惑という料理名の由来は、19世紀に、 実在したと言われる、菜食主義のエリク・ヤンソンという宗教家があまりにも美味しそうな見た目と匂いに勝てずついに口にしてしまったと紹介されることが多い。しかし宗教家、エリク・ヤンソンは確かに存在していたものの、スウェーデン語で記述された情報においてその人物と、当料理、ヤンソンの誘惑との関連を示唆する情報源は見つからないため、この由来に対する、 信憑性は低いものと思われる。また、どのようなタイミングや経緯で、日本でこのような独自の紹介がされるようになったかは、定かでない。3から4人前朝目のグラタン皿か、ベーキングプレートにバターを塗る。オーブンを200度から225度に予熱。玉ねぎを、薄切り、じゃがいもを、マッチ棒よりもやや太いくらいの大きさに細切りする。じゃがいもの半量、玉ねぎ、 ちぎった、アンチョビ、残りのジャガイモと重ねる。生クリーム、アンチョビ缶の汁を上からかける。パン粉、バターの塊を散らし、オーブンで30分から45分、少し焦げ目がつくまで焼く。様子を見て水分が減りすぎている場合は、途中で、生クリームか牛乳を足す。味付けはアンチョビのみだが、好みで、塩コショウを足しても良い。 じゃがいもと玉ねぎをあらかじめ炒める場合もある。なお、北欧のアンチョビが手に入らない場合は、イタリアンアンチョビ 50g を1缶から1缶半で代用できるが、風味は異なる。ありがとうございます。